札幌市交通局600系電車は札幌市交通局が1949年に導入した札幌市電の路面電車車両である。1949年から1951年にかけて市営化後に導入された単一形式の車両としては最大の20両が製造された。日本車両製造ブラ型の流れを組む反構成低小ボギー車で 函館市交通部500系電車も同じグループである。単車の2倍の収容力がある大型車で戦後の復興輸送に貢献した。ブラ型と比べ車体は全溶接構造となっていたが、室内と屋根は木造の半構成車であった。また、電気暖房が初めて装備された。登場当初の図色は窓周りがクリーム、他はブルーであったが、 札幌スタイルと呼ばれた330系の導入後、それに揃えたベージュとグリーンのツートームに白ひげをつけた、現在の塗色に変更された。高速電車開業に伴う路線縮小の行われた1971年12月に全車廃車となり、ワンマン改造は受けていない。終電装置は当初ポールであった。日本鉄道自動車で製造された616号のみ、 全面下部の廃焼器周辺の形状型車とは異なっていた。1952年の自電全車のビューゲル化に伴い、終電装置がポールからビューゲルに変更されたが、611号以降の車両にはパンタグラフを装備した。しかしこのパンタグラフは故障が多く、後に全車ビューゲルに換装された。1960年に3枚窓から330。 型に習った H ゴム固定の局面ガラス1枚窓に改造され、方向膜も大型化された。1962年に後部扉を埋めて中央部に1 4 0 0 m m 幅の両開き扉を新設する改造が行われ、一部の側窓も H ゴム固定に改造された。埋められた後ろ扉の痕跡が内外に見られる。同時に室内照明の蛍光灯化も行われた。 あとに601から614号は前扉の構成化と側窓のアルミサッシュ化が行われた。1963年に601.60 60に611.612号の制御機を直接制御機から間接非自動制御機に変更した。615号が601号に階板の上、廃車時の形態で札幌市交通資料館に保存されている。 実際の601号はミニバッファーが2つ設置された特徴あるスタイルであった。ありがとうございます。